ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-F。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、あのね、 BE:FIRST とか BMSG 関連のものっていうのは本当にたくさん今やってて、もう曜日で言うとね、日曜日か土曜日まであって、例えばですけども火曜日はスマッシュのコンテンツがあります。で、金曜日はギフテッドデイツがあります。で、月曜日はあのスパークがありますね、 BE:FIRST のラジオ番組で。他にもいろいろとありますけど、あのどうやら水曜日にも来ましたね。これすごいですよ。 FM802 ですので、あのつまりまあジャパン FM リーグの JFL の方の、 あの5つ の、 あのラジオ曲、つまりブレイブジェネレーションがあのテーマ曲としてね、今回なってますけども、その中の一つですね、 FM802 大阪のラジオ局ですけども、こちらの方から学生リスナーのお悩み相談受付っていう形で書いてあります。で、こちらのお悩み相談受付が、そのまま読みますが、スカイハイ、ノベルコア、BE:FIRST、アイルザショータが週替わりで学生の皆さんが悩んでいることやエールを送ってほしいことなどにお答えということで、 FM802 では、水曜9時台にお答えを放送しますっていう形で、で FM802 の方のツイッターの方にお悩み相談という形で、あのもうあのリンクも貼ってあります。というわけで学生限定のようですが、BMSG のみんながお悩み相談を受けてくれるっていうことですね。これは本当に悩みを相談したい学生の方いっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうか。私はまあ学生じゃないので無理ですけどもね、まあ大阪の方は特にね、楽しみが増えたなっていうところで羨ましい限りです。ラジオなのでラジコプレミアムに入っていれば聞くことはできますし、私もプレミアム会員ですので、それで聞く感じにねしようと思っております。はい、いやー誰に相談してもね、いい感じで返ってきそうですね。学生ですので、まあ実際のところ、ノベルコア君なんかはね、年もまあまあ近かったりするだろうし、まあ学生といっても小学生、中学生とかだったら離れてはいるけれどもね、高校生とかだったら、翔太君はやっぱちょっとお兄さん的な感じだし、BE:FIRST は、まあ竜兵君もいるしね、竜兵君からレオ君までいるから、幅広い感じでね、悩みが相談できるんじゃないかなっていうところで、スカイハイさんは大人の意見として言ってくれるだろうし、まあなんだったらスカイハイさんが一番ね少年の心を持ってる説もあるけど、まあそんなことも思いつつでいいじゃないですか。こういうのがあるみたいです。どんどんやってほしいですね。で、まあネクストジェネレーションを応援するっていうね、まあブレイブジェネレーションがそういうことですから、まあこれは本当にネクストジェネレーションである、文字通りネクストジェネレーションである学生の皆さんの悩み相談ということは、まあやっぱり本当にそういう感じで、このブレイブジェネレーションっていう曲を出すだけじゃなくて、実際にラジオ5曲でそういうことをやっていくんだなっていうところですね。で、そうなってくると考えているのが、あの現状そのベスティっていうのはやはり私も含めですけど、結構年が上の人たちが多いイメージがあって、まあライブとかにもね、ありがたいことに何回も行かせてもらっていますので、若いベスティの方たくさんいらっしゃいますけど、多分そう全体的な感じで見ると、多分学生の数っていうのはおそらくなんですけど、 K-POP の人たちやジャニーズの人たちに比べてベスティさんは割合的には年齢高めの人が多いんだろうなっていう気はしています。なのでここで学生の人たち向けのそういうネクストジェネレーション向けのものを用意するっていうことは、その開拓が現状ベスティというか BE:FIRST がまだまだこれから開拓の余地があるところにスッとね、この開拓をしていくっていう形にもなると思いますし、で実際のところまあ私たちはよく知っていますが、彼らほど相談相手に向いている学生たちの、若い皆さんの相談相手に向いている人たちは彼ら以外にはありえないでしょうっていうね、風に思うぐらいな人たちじゃないですか。だから本当にこれがね盛り上がってほしいですし、皆さんの周りにも学生の方とか、まあ、息子さん娘さんねいらっしゃったりしたら、ぜひこれ応募してみたらいかがでしょうかっていう形もそうだし、まあ、私の動画見てくださっている方にも現役学生の方ねいらっしゃったりはするので、ぜひぜひそういうところもいいんじゃないかなって思います。いや羨ましい限りですよ。自分が学生だった頃にねこんなに相談したい相手なんていないし、自分もね彼らいる年上だけれども、まあ本当に相談したいもしたいなって思っちゃったりすることもあるからね、うん、そんな風に思います。なのでぜひこちらの方を検討してみてください。あとギフテッドデイズの話もちょっとしましたけれども、ギフテッドデイズ最新回ね見させてもらいました。まあファンミのね裏側っていう形だったわけですけど、レオくんが客席に座って、ファンのみんなが見える場所とかそういったところを
自分で見てくれてね、それでだから後ろの方の人にもサービスをするようにっていう形を彼は思ってくれて、だからその私もファンミ東京参加しましたが、彼のその手を振るっていうかね、そのファンサっていうかね、そういうところがやっぱり人一倍だったっていうか、そこを感じたのはそういうバックグラウンドがあったからなんだなっていうのを感じまして、非常にレオ君らしいって思うし、ありがたいなって思います。やっぱり BE:FIRST はレオ君本当に必要だなっていうふうに思いますし、あと龍平君がね、ファンミでちょっと喉がね、声が枯れちゃって声出しすぎっていうことだと思うんですが、ちょっとかわいそうでしたね、痛々しかったっていうか、強制派的眼スカイハイさんのね、発案でというか2回んですよね、かわいかったですね、龍平君が、苦いからってんで、それでねスカイハイさんが飲ませるっていう形、親子じゃないかって思ったりなんかしたけど、なんか強制派的眼っていう言葉自体にすごいインパクトを持ってらっしゃったベスティの皆さんが多かったっていうのも聞いてます。強制派的眼っていう漢方薬の名前自体、確かになかなかね、まだ冗談みたいな名前ですからね、一応私もね知ってます、ラッパー一応やってた時期もあるんで、私はマヌカハニー派でしたけども、強制派的眼苦いですし、マヌカハニーもね美味しくはないんですけどもね、喉にいいやつっていうのは美味しくないですよね。なんか多分この辺のことって幹事さんとかがよく知ってるような気がする。シンガスさんですからね。だからそうだな、強制派的眼へのみんなの対応っていうかね、反応が面白かったんですよ。なんかね、必殺技みてえだっつって、そうそう、強制派的眼っつって、そんな感じ。でも本当に必殺技みたいにね、喉が良くなるっていう感じで、ね。でも、その一瞬は良くなってもね、やっぱり終わった後声枯れてましたし、龍平くんもね、声変わりしたばっかりでしょうしね、なかなか大変だと思いますよ。本当にね、気をつけてほしいというか、十分気をつけてはいると思うんですけどね。でも本当にね、社長自らがそうやってね、いろいろと世話をしてくれるっていう形のところが BMSG の温かさだし、その社長のね、スカイハイさんの温かさっていうところとかは、なんかレオくんが受け継いでたりするし、才能とかラップの才能なんかね、ソータくん、ダンスもそうだけどね、多分ね、本当に BE:FIRST の7人はそれぞれがスカイハイさんの持っている色のエッセンスをちょっとずつ持ってて、でそれだけじゃなくて彼ら7人の色っていうのがそこに混ざって素晴らしいものになっているんだろうなっていう気がしますよ。いやだからね、本当にそういう形で一つのチームっていう形が本当に現れてて、ギフテッドデイズ最新回非常にまた良かったですね。はい、もう供給がね多くてね、私たちとしても追っていくのが大変で、多分ね、全然全部置いてないんですよ、残念なことに。でもね、ありがたいことですよ。ぶっちゃけた話、全部追うのっていうのは多分本当に無理です本当に。だから皆さんが追えるところを追っていくっていうのがいいし、そのためにラジオが好きな人はラジオがたくさんあるし、雑誌が好きな人は雑誌があるしね、 MV 再生いっぱいしたい人は MV っていうのもあるし、彼らの生の姿が見たいっていうか、可愛い感じの見たいっていう人はハローマイベスティとかね、見たりとかできるしね、そういうハローマイベスティコンテンツですね、そんな感じですから、スマッシュのやつも結構彼らの可愛い感じが見れるっていうところですよ。だからアーティストでもあるけれども、ぶっちゃけそのアイドルとして見てる人ってのも実際にいらっしゃるでしょうし、それはそれでそういう感じで見てもいいのかなって私としては思ったりはします。私はアーティストとして見ますけど、でもやっぱりね、なんやかんやでアイドルさんを結構追ってきた感じだったりするので、男女両方とも、だからやっぱりアイドルっぽい感じで見るっていう形のもありますし、私も基本的に何々定定みたいな感じでね、言うことが多いんでね、相馬な定定とかね、そんなこと言ったりするんでね、相馬なと定定みたいな、尊いみたいな、そんなこと言ったりすることも多いんで、私もぶっちゃけそういう感じの感性を持っていますよ。なので細かいことは気にせずに、自分の見たいもの、聞きたいもの、読みたいものを追っていって、それで自分の推したい感じで推していけばいいのかなっていうふうに思ってます。ただね、基本的にアーティストだっていうところは間違いないっていうのはもちろん思っておりますし、彼らは自分で曲を作って自分たちで音楽ファーストでやっていくグループですからね、そこは間違いがないっていうところはもちろん分かっております。だからね、お悩み相談なんかもアイドルに相談っていう感じではなくてね、本当にアーティストに、人生の先輩に相談っていう形で、学生の皆さんはぜひスカイハイさん、ノベルコア君、BE:FIRSTのみんな、そして有田翔太君に相談をね、してみてはいかがでしょうかっていうね。ちなみに皆さん、どなたに相談したいですか？俺ね、
翔太くんに相談したいかもしれない、うん、なんとなくはい、まあ、そんなこと思いました。はい、はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。果てしない空へ帰るまで駆ける日の魂抱き